トヨタハイブリッドシステムとは、トヨタ自動車が開発したハイブリッドカーの機構。2021年現在は THS2 の名称で知られる。世界初の量産ハイブリッドシステムであり、発電用特動、回生ブレーキ用の2つのモーターを採用するスプリット式ハイブリッドの代表格として、1997年の登場以来世界のハイブリッド戦線の第一線で活躍している。 一般的にこのシステムでのトランスミッションは電気式無断変速機などと表記されるが厳密にはトランスミッションは存在せず代わりに優勢ニアによる動力分割機構の高度な制御によりエネルギーを駆動や充電に振り分けているこれによりエンジンを駆動に使いつつ同時に発電にも用いることを可能としているまた高効率 低出力なアトキンソンサイクルエンジンとは非常に相性が良いため、現在、トヨタのすべての THS 搭載車がこれを採用している。マイルドハイブリッドに代表される一般的なハイブリッドのパラレル式と比較すると、システムの判断で自在にエンジンを回したり止めたりすることができる上、エンジンが回っている間は同時にバッテリーへの充電もできるため、 安定的かつ圧倒的な低燃費を可能としている。一方で、パドルシフトを含め油断変速にすることが容易ではなく、車マニアからは退屈と言われることが多い。また、従来は大きなスペースを必要としたため四輪駆動とも相性は良くなく、2020年登場のヤリスまで小さめの車種に四輪駆動版の E4 が搭載されることはなかった。また複雑さゆえに、 コスト、価格が高いため、その普及率とは裏腹に、トヨタのハイブリッド車の販売比率は、パラレル式をメインとするメーカーより低い。なおトヨタは、費用対効果の観点から、現在マイルドハイブリッドを一切用いていない。バッテリーは以前は、ニッケル水素電池が多かった。これは、リチウムイオン電池と比べると、密る放電効率やエネルギー密度では劣るが、 比較的安価で気温の変化にも左右されづらい点で優れていた。ただし第4世代目以降はリチウムイオン電池への移行が進んでいる。モーターは第2世代目まで大トルク低回転傾向であったが小型化軽量化を図るため第3世代目以降は一転して小トルク高回転型へとシフトしている。プリウスで比較すると第1世代のモーターは 最大 30kW、5600回転で 5.1L の容積を必要としたが、2020年現在の第4世代は 53kW、17000回転で 2.2L と半分以下の大きさで1.7倍の出力を得ている。THS 搭載車は2017年に世界累計販売1000万台を突破した。初代プリウス・トヨタのハイブリッド研究は、 1975年に発電用ガスタービンを採用したセンチュリーのコンセプトカーに遡る。同時期に発生したオイルショックの影響などもあってモーター駆動の研究が進み、1992年には EV 開発部が誕生。タウンエース、クラウンマジェスタ、ラブ4などをベースにした電気自動車やシリーズ式ハイブリッドのコースターなどが行動モデルとして開発され、 THS の礎を築いた。そして1997年に世界初のスプリット式ハイブリッドシステムを搭載した初代プリウスが登場。バッテリーはラブ 4EV の開発で培ったニッケル水素タイプを採用した。当時、売れば売るほど赤字が出るとされていたハイブリッドだが、トヨタはこれをわずか215万円で販売し、エコ技術の普及に励んだ。 またこの頃は CVT を組み合わせた THS-C を採用したエスティマハイブリッドやマイルドハイブリッドシステムの THS-M を搭載したクラウン燃料電池自動車のハイブリッド FCHV など現在知られる THS とは異なった機構もいくつか開発されており試行錯誤していた様子が狙い得る第1世代は次世代登場までに 世界で13万台の売り上げを記録した。レクサス GS450H2003 年発売の2代目プリウスと共にハイブリッドシナジードライブを掲げる THS2 が発表された。エンジン、モーター、バッテリー、制御技術などの各部がブラッシュアップされた上、 時速 55km 以下での走行中にエンジンを停止し、バッテリーのみで駆動させることが可能な EV モードが追加され、燃費を大きく向上させた。走りの質感も大幅に向上し、北米カーオブザイヤー及び欧州カーオブザイヤーを受賞している。また後輪に駆動用モーターを追加した4輪、駆動版の E4 も開発され、 ハリアーハイブリッドなどの大型車に搭載されていった。一方、レイクサスでは、後輪駆動車専用となる二段ギダクション、機構付き機構が開発された。6速 AT と同等のサイズとなる、この機構は、電子制御により、ロとハイの二つのギアを走行状態に応じて自動的に切り替えることで、従来の3倍のエネルギー効率とパワー向上を実現した。 トヨタアクは2009年の3代目プリウスに全体の9割以上を新開発したリダクション機構付き THS2 を初採用。モータートルクを増幅させるリダクションギアの開発により軽量化、小型化、低コスト化が大きく進み、従来の THS 車がベース車に比べ 200kg から 400kg もの重量増を強いられていたのを この第3世代では最低で 50kg 差にまで抑えることに成功している。11代目カローラシリーズや3代目ビッツのような5ナンバー大衆車やシエンタのような小型ミニバンにもハイブリッドが採用されるなど爆発的にハイブリッドカーを普及させた。特にハイブリッド専用コンパクトカーのアクアはプリウスと共に日本の乗用車市場を支配し続けた。プリウスは大容量。 リチウムイオン電池を採用したプラグインハイブリッドモデルもリース販売され2012年には一般の消費者にも販売された。なおプリウスは従来より排気量が拡大されておりダウンサイジングコンセプトがもてはやされエンジンの小型化こそが正義とされていた当時は賛否両論を生んだが大型化により中高速域のトルクをアップさせたことで 苦手とされていた高速道路の巡航でも安定した燃費、動的質感を確保することが可能になった。加えて、クールドイ g r も採用され、実用燃費は大幅に向上した。これらのことから海外でも THS2 が評価され、はじめ、2020年現在ではトヨタが欧州で最もハイブリッド販売率の高いメーカーとなっている。レクサスでは、 CT200H に6段パドルシフトが採用されているが、他の車種には展開されず、油断変速は今しばらくの時を待つこととなる。第3世代は、息が長く、第4世代の登場から4年後の2019年にも、プロボックス、サクシードに、第3世代の搭載グレードが追加された。市場での評価も高く、アクアはこの年に、 月間販売台数で1位を獲得する勢いを見せた。2021年現在もこれらを含め多数の第3世代搭載車の販売が続けられている。プリウス PHV グレーンスポーツ2015年発売の4代目プリウスで採用。リダクション機構の平行軸歯車かやエンジンの動力伝達軸からの走行用モーターの切り離しなど多くの部分で変更があり、 第3世代とは大きく異なる機構となっているものの根本的な思想は変わっていないという点や引き続き多数ラインナップされる第3世代モデルが旧式にならないようにという配慮から引き続き名称は THS2 が用いられることとなった。プリウスは最大出力こそ下げたものの実用領域でのトルクとドライバビリティを向上させ JC08 モードで 40kmL に到達するという圧倒的な低燃費を実現した。e v 走行可能な速度は時速 110km を超え、車種によっては時速 135km に達する。プリウス PHV はエンジンとトランスアクスルの間にワンウェイクラッチを採用することで発電専用であった MG1 も駆動に参加させることが可能となる。 デュアルモータードライブを採用。バッテリー容量の拡大と合わせて力強い加速を可能とした。エンジン側の改善も進み、4代目プリウス、初代 CHR、12代目カローラシリーズの2、ZR フックス型エンジンで燃焼効率40%、10代目カムリ、5代目ラブ4、4代目ハリアーなどへ搭載されたダイナミックフォースエンジンの M20A 回。 XS 型および4代目アリスへ搭載された等、ダイナミックフォースエンジンの M15AFX 型エンジンでは、それぞれ41%に達している。2018年発表の2.0リットルダイナミックフォースエンジン版では、加速時にエンジン回転数を下げるという従来の常識とは、逆の制御により、リニア感を高めている。この点零リットル版は先日の二 z r フックス版と搭載車種が被るが、こちらはシステム合計183馬力と逆に高出力化されており、欧州を中心に展開されている。また1.5リットル版もダイナミックホースエンジンの採用により馬力を向上させていることから、第4.5世代とも呼ぶべきシステムの変化がエンジンの世代交代とともに起きていると言える。システム自体の小型化。 軽量化もなされており、四代目ヤリスは、後輪サスペンションを2リンク式のダブルウィッシュボーン式サスペンションにして、小スペース化することで、小型車で初めて e い,いの搭載を可能とした。2016年以降に発売されたトヨタ車は、OEM 販売車種やスポーツカー、ピックアップトラックなどの例外を除く、全乗用車が THS2 をラインナップしている。 2018年にフルモデルチェンジされたセンチュリーも国産唯一であった V 型12気筒エンジンを廃止して V 型8気筒 THS2 へ改められた。このほか、レクサス LC500H には従来トランスミッションを搭載することが困難であった THS に4段変速を採用したマルチステージハイブリッドを新開発。LC とプラットフォームが共通の LS よびクラウンにも 搭載された。トヨタプリウス GT2005 年末、トヨタはモータースポーツ向けハイブリッドの開発を決定。東富士研究所のモータースポーツユニット開発部において村田久武をリーダーとするプロジェクトチームを立ち上げた。当時はまだハイブリッドカーの競技自体が成立していなかったが、耐久レースという厳しい環境下で得たノウハウを 市販車へフィードバックするという先行開発的な役割を期待された。レース仕様ではエネルギーの出し入れの応答性が良いキャパシタを蓄電装置に選んでいる。2006年の十勝24時間レースではニッケル水素バッテリーにキャパシタを追加したレクサス GS450H を参戦させ完走を果たした。2007年にはモータージェネレーターユニットとキャパシタを搭載した。 GT500 ベースのスープライ 1VR で参戦し、総合優勝を果たした。これらの実験段階を経て、本格的なレース仕様のハイブリッドシステム、THS-R の研究開発に移った。トヨタ TS-030 ハイブリッドトヨタ TS-040 ハイブリッドトヨタ TS-050 ハイブリッドルマン24時間、要する FIA 世界耐久選手権初年度の2012年に、 ドイツのトヨタモータースポーツを前線基地として、バッテリーにスーパーキャパシタを採用した THSR を搭載する TS030 ハイブリッドで同選手権に参戦を開始した。2014年には、モーター480馬力、エンジン520馬力で合わせて、最大1000馬力を発生する新 THSR を搭載した TS040 ハイブリッドを投入し、 同年の WEC 年間チャンピオンに輝いた。2016年からは高容量のリジウムイオン電池を搭載した TS050 ハイブリッドにスイッチし、2018年にはトヨタ史上初めてルマン24時間レースを制覇した。2021年からは LMH 規定に則り、今までのレースで培った技術をより進化させたレーシングハイブリッドを搭載したグレーン010。 ハイブリッドを投入する。ありがとうございます。